鎌市の小田裕樹美術館には小児癌を経験した子どもたちの絵画や工作などおよそ100点が展示されています世界中の人たちが手をつなぐ姿を描いたこの作品は白血病を患い7歳で亡くなった女の子が描いたものですこの作品展は小児癌の子どもを持つ親たちが病気のことを多くの人に知ってもらおうと企画しました僕たちは今元気に暮らしてるけど